ばんは。ありがとうございます。あ、なになに、どういうこと、どういうこと、怖い怖い。よし、ありがとうございます。こんばんは。はい、というわけで本日はオンラインおしゃべり会ありがとうございました。あやか可愛いでしょ、わかる、これ可愛いよね。これ着るのを楽しみにしてた。おしゃべり会で着ようと思ってちょっと前に買ったんだけど取っておいてた、着るの待ってた、可愛い。ありがとうございました。今日がね23歳最後のおしゃべり会だった。ワンちゃんはね着ないよ。ワンちゃんは本当は5分に着なきゃいけなかったら間違って6分に着ちゃってる。そこだけです。そうなんですよ、23歳ラストおしゃべり会でした。だから今日は生誕 T シャツ着てくださった方がすごい多くて、そう嬉しかったです、ありがとうございます。アルビー負けちゃったね。そう今日さおしゃべり会もさ、アルビー行ってる国立から国立からおしゃべり会してくださった方とかもいらっしゃって、そうなのそうなの。試合の様子は見ることはできなかったんだけど SNS で私も追ってたので、そうね、めっちゃすごいいい試合だったんだね。ね、すごいね、すごいよね、勝った側のサポーターです。あれそっちそっちの人ねえ、いやすごい、本当にすごい素敵な、なんかさ画像回ってきたっていうか、その言ってる方がさ多かったから、ファンの方じゃなくてその関係者の方っていうのか、そのテレビ局の方とか、そう言ってらっしゃる方がすごい多かったから SNS でさ、なんか見させていただいたの、その観客数もなんかめっちゃ人いて、すごいすごい試合だったんですね。結構なんか私のところだけじゃなくて他のメンバーのとこのおしゃべり会でも今日のそのルヴァンカップの話がところどころで聞こえてました。観客数歴代最多、そうなんだ、すごっ、すごいね。でもさ、それぐらいなんかサポーターの方の熱量がすごいってことだよね、きっと。すごい、ルヴァンカップ史上一番、すごい。やっぱさ、アルビのサポーターの方って熱い方が多いんだろうね、きっと。だって新潟から駆けつけるか、だって新幹線とかさ増便してたじゃんね、それでも足りないくらい、すごいね、ほんと新潟の皆さんがこうなんか見守ってた、まあ見守れなかったんですけど試合だったんだね、すごい。今朝の新潟駅すごく、あ、そうなの、そうなんだ、朝めっちゃ早い時間かな、ちょっとわかんないけど、そうなんだ。そうだからなんかその試合が始まる前に朝一部におしゃべり会来て、試合が終わった直後、ほんと直後に負けちゃったって外傘差しながらオンラインしてる方もいて、すごいリアルな熱量がすごいこっちにも伝わってきました。始発からすごく、あ、そうなんだ、いやすごい、自由席満席でした。あ、そうなんだね、やっぱそうだよね、すごいな、みんな駆けつけるんだね、国立に、すごい。そう、その話も今日は多かったし、おしゃべり会でもやっぱ23歳最後のねおしゃべり会だったので、その話題が私のあのおしゃべり会やっぱ一番多かったかな、うん、はい。生誕 T シャツもなんか普段は生誕 T シャツ着てないような方とかも今日は生誕 T シャツ着ておしゃべり会してくださった方とか
いて、はい、私も7、8分自分でセーターTシャツ着たんですけど、最後に皆さんと気を収めできて、まあまだね、皆さんはもしかしたら公演とかにも来る予定があったりする方はそこで気を収めてくださるかもしれないけど、はい、私は皆さんと一緒にお揃いして気を収めができてよかったです。セーター T シャツ、まあ、セーター祭までには間に合うんじゃないかな。ただまだ2週間3週間3週間あるからね、私のセーター祭は、はい、なので間に合うんじゃないかなと思います。なんならオンラインにも、ま、オンラインじゃないオフラインにも間に合いそう、あと2週間あればと思うけど、今までで一番たくさん着たセーター T だと、なんかそう、そう言ってくださる方すごい多かった。そう、なんかその23歳のセーター T シャツができた時にこの T シャツをいっぱい着させてねって言ったんだけど覚えてる？みたいな言われてでも本当に多分23歳の生誕 T シャツは今までの、今私次の生誕 T シャツで7枚目、18、19、20、21、22、23、24、次で7枚目の生誕 T シャツなんだけど、今まで出した生誕 T シャツの中で多分一番皆さんに着ていただく機会が多かった。まあね、人によると思うけど、そう、その行く現場にもよるだろうし、その参加しても生誕 T シャツは着ないよっていう方もいらっしゃるだろうか、まあ人にはよるかもしれないけど、そう、でもすごい皆さんに生誕 T シャツを着る機会をたくさんなんかできたんじゃないかなとは思う。公演もいっぱい出たし、フェスもいっぱい出たし、そう、なんか着るか着ないかも人それぞれだけれども、みんなに着るような機会はいっぱい作れたんじゃないかなって思うので、そう、だから今年は T シャツ2枚買ったよっていう方がすごい多いそう、だから24歳の生誕 T シャツはもっともっとみんなに着てもらう機会を作んないと、23歳以上にという責任感が今あります。そう、でも本当に今年はきっと皆さんいっぱい来てくださったと思うのでね、本当にありがとうございます。ちょっと今年の生誕 T シャツはデザイン可愛いめなんですけど、はい、今年のも来てください、いっぱい23歳の T シャツ以上に来てください。持ってる全 T シャツでダントツ一番たくさん着てる、いや嬉しいですね、ありがとうございます。初生誕 T を待ってて待ってて。でもどうなんだろう、今までさ、その7枚目、今回が7枚目の生誕 T シャツなんだけど、7枚全部持っててくださってる方ってどれぐらいいるんだろう。だって特にさ、昔はさ、生誕 T シャツってさ、なんか先着順だったじゃないですか、予約販売じゃなくて。だからその昔の T シャツを持ってくださってる方って、まあ、ただでさえ多分その頃から私のことを応援してくださってる方もそんなに多くはないとは思うから、そう、どれぐらいなのかなと思うけど、初めて生誕 T 買った、あ、嬉しい、ありがとう。そうなのよ、昔の頃はね、そのまあ劇場で後々販売はしてたけど、それ今逆にないからね。そう、でも昔はほんと先着順だったじゃないですか。そうって考えると、なんかもうほんとに全部7枚持ってますみたいな方ってどれぐらいいるんだろう、ね、でもほんとにそこの一番最初からずっと T シャツの色を変えずに来たのはまあ後付けなんだけどいろいろ迷った結果、まあ7回全部同じ色の T シャツになったっていうだけの話なんだけどでもまあそのね、もう7年もずっと同じ色でやってきたので、もう 何歳の生誕 T シャツから集め始めてくださっても、もう私のね生誕 T シャツを持ってくださってるだけでとっても嬉しいなって思います。嬉しい。そうなんだよね、なんか生誕 T シャツ去年からかな、後ろのね年齢のなんていうんですか、背番号
年齢の数字がねなくなったから、なんかそれがなくなったから普段着として着やすいっていう方もいれば、逆になんかその背番号がなくなっちゃったからなんかすごい生誕 T シャツ感がなくてちょっと嫌だなっていう人もいるし、なんか人それぞれだよね。すごいねえねえ、みんな見えてる？なんか急にパッタリ止まったんだけど、コメントが、え、ちゃんと聞いてた？今見えてた？心配になっちゃった。誰も何も動かなくて心配になっちゃった。見えてた？ちゃんと聞いてた？不安になっちゃった。コメントが何にも来なかったからびっくりしちゃった。びっくりしちゃった。背番号なくなって嬉しい派です。ああ、なるほどね。なくなったからそのままで帰る。え、そう、なんか今日もさ、おしゃべり会とかでさ、このまま新幹線乗っていつも行ってるみたいな方もいたからさ、あ、そうなのみたいな。でもさ、私の T シャツってさ、めっちゃ紫だからさ、なんか普通のお洋服屋さんで売ってない色の T シャツじゃないですか。どう考えたってなんか多分アイドルのグッズなんだろうなみたいな色じゃん、たとえ後ろに背番号がなくてもさ。そう、でもだからそれでもその番号がなくなったから全然なんか普段着として着てるみたいなさ、その全然移動の時に遠征の時でも着てるよみたいなと言われるからさ、あ、ほんと？紫でも？紫でも？ってなります。嬉しい。黄緑やピンクよりマシでは、いや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 、紫ももうどう考えてもアイドルの T シャツでしょ。通常の T シャツあの色なくない？なんかむしろさ、黄緑とかの方がさ、なんか一瞬待ってすごい派手な T シャツとか売ってるじゃないですか、なんかスポーツウェアみたいな色っていうかさ、あの紫ってさなくない？やっぱあんまないよね。本当おしゃれ、あ、それは嬉しいです。ありがとうございます。お洋服屋にあっても紫は買わない。いや、そうだよね、私も買わないもん。私も買わないもん、紫のお洋服は。なかなか紫は乃木坂っぽい。あ、なるほどね。あ、そういう視点がある。じゃあもうみんなにいっぱい着てもらおうかな。あれ、乃木坂さんのファンの方かなって思ってよく見たら、どなた？名前よく見たら。どなた？そっか、そういう見え方もあるのか。街中あの色の服着てる人を見かけると見えちゃうし、なかった。いや、だってなかなかいないもん、そもそもあの色の T シャツ着てる人。いないもん。いや、でもなんか嬉しい、本当になんかその23歳の生誕 T シャツ、これが清雨だねとかって今日会話の中でさ、いっぱいしてたんだけど、そう、でもなんか普段着としてこれからも着るよとかさ、そう、なんかイベントとかにはなかなか着ていけなかったけど、全然普段着としていっぱい着てたみたいなとかすごい言われて、え、嬉しかったです。本当にみんなが日常使いしてくれてるんだと思って、そう、嬉しい。電車乗ってるとたまにいるから生誕 T って二度見しちゃう。え、どうなの、実際それは生誕 T ではない。本当に普通にやっぱあの T シャツって売ってて、それを好んで着てる人もいるってこと。そうなんだ。まあね、なかなかない色だからこそ生誕 T シャツだと思っちゃうよね。そう、なんかでも今日さ、その生誕 T シャツの話をしててさ、なんか聞いたところによると T シャツのメーカーが変わったらしいよ、今年から。え、知ってました？これは多分他のメンバーの生誕 T シャツを買ってるからそれに気づいたんだろうけど。なんかね、タグが違うんだってって言ってました。なんか質感が違うんだよねって
言われて、あ、そうなんだ、私はだってさ自分の生誕 T シャツまだ届いてないからさ、そう、わかんないじゃないですか。え、それを知ってるってことはさ変わったらしい、生地が少し薄くなったかも。あ、そうなんだね、そう、そうらしいです。なんかだから、で、じゃあ色味、紫の色味とかもちょっと変わっちゃうのかなって聞いたら、いや、まあ色は変わんないと思うけどって言われた今年すでに4着買ったけど、おー、いっぱい、確かに変わった、やっぱそうなんだ。確かになんか去年の T シャツちょっと厚みがあった感じはしたよね。そうなんだ、変わったの。じゃあすごい楽しみですね、どんな感じかどんな感じか楽しみ。でも多分その私に関して言うと 7年さ生誕 T シャツを作ってるんだけどさ、多分この7年の中で T シャツだいぶいろいろ変わってるんだって。なんか途中で明らかに色が変わった瞬間があって、これは多分お洗濯しすぎて色が落ちたとかではない、多分ずっとライトパープルを貫いているけれども、多分そのライトパープルの絶妙な変化がどこかで起きてる、全部並べてみるとそうだからこの7回の中でね、何回か多分メーカー変わってる気がする。背番号の色が変わってるとしても、あ、確かに白の時、私はだいたい紫の T シャツ白だから、そう、白のことが多かったんだけど、後ろの番号19歳かな、黒だった時ありましたね。確かにね、いつ届くかね。ミューセタンティー全部並べてみて、今ね自分のは23歳しか持ってきてないんですよ。実家には全部あるんだけど、そう、今ここにはね23歳の分しかないんですよ。19歳の時は少し濃かった気が、あー確かにね。てかなんかそれ多分19歳の時さ、ここにミユって入れてたんだけど、ここで黒の文字使ってたから後ろが黒文字だった可能性もあるかも、うん、10月の感じだと11月5日ぐらいに届くも、あ、本当に？そっか、11月は割と販売早かったもんね。え、じゃあもう本当にそろそろさ、その発送通知とかが来る頃なんじゃない？ね、楽しみに入れてください。そうなんだからさ、もうちょうど2週間後とかなんだよね、私お誕生日が、はい、20歳のシャビピの色が濃い。あ、そうなんだ、そうなんだ、3連休明けか、確かに月曜日、そうだよね、3連休なんだもんね今週。そうですよ、そっか、3連休明けだと5日、そうだね、火曜日そう、2週間って思うとなんかもうあっという間だよね、本当に。そうね、ななみの生誕祭に、でもそれだったら間に合いそうじゃない、5日くらいに届くようなら生誕祭にも間に合いそうだね。おしゃべり会に行って出た時はだいぶ先ってね、本当にそうなんだよね、そうなの、あっという間だった。そう、てか本当にさ、このおしゃべり会がさ始まってからさ、11月はさおしゃべり会がない時もあったんです、シングルによって。多分そのそれこそしゃべりとかオーサムとか夏ぐらいに出したシングルの時って、あ、でも今回も夏か、夏ぐらいに出したシングルの時って11月なかったから、オーサムの時かな、ちょうどその12月にポンコツをリリースしたから、オーサムとポンコツの間で11月が1回もおしゃべりがないっていう月があって、っていう時があって、そうだからまさかね、誕生日当日におしゃべり会ができる日が来るなんてね、とっても本当に夢のよう、うん、嬉しい。そうなんです、だから本当にあっという間に感じる、そのおしゃべり会発表された時、あれ誕生日の日やんって思って、皆さんがすぐに申し込んでくださって
もう本当にあっという間にその日が来ちゃうって感じがして、そうなの。そうでもさ、思い返してみるとさ、去年はさ誕生日当日はお休みだったんですよ誕生日当日は休みで、次の日が生誕祭だったの。なんかそれもそれでよかったよねっていう。今年は誕生日当日がおしゃべり会だけど、去年は誕生日次の日が生誕祭だったから、なんか誕生日は誕生日でこう普通にお祝いして、翌日生誕祭、なんか2日間誕生日があるみたいな感覚だったの去年は。もう今年は逆に誕生日当日におしゃべり会があるから、もうそれはそれはすごい盛大な誕生日って感じがするそう、まあなんだ、生誕祭は1週間後だからね。そうだから今年はもう誕生日当日がすごい盛大な日って感じがする。楽しみですねあ、そう、生誕祭次の日は青梅、そうなのよ去年ね。そうなの、誕生日、生誕祭、青い幕の日だったのね、去年は。そうなんです。1週間誕生日、あ、今年は確かに自分の本当の誕生日から生誕祭までの1週間全部誕生日ってことでいいの私、じゃあ今年はそうなんだ、やった昔11月生まれ多かったです、先輩も含めてめっちゃ多かったので。そうなんです。来年は当日生誕できるかな、月曜日。ああそれはちょっとやんないかもねそれはやんないかも、やっぱ土日がいいよね生誕祭はね。じゃあ来年も結局こう1週間後っていうか、その時の週末とかになりそう。そうでもさ、なんかその私のことを応援してくださってるファンの方の中にマリナさんのことも応援してるとか、ナナミのことも応援してるみたいな、なんなら3人とも応援してますみたいなファンの方もいらっしゃって、そう生誕祭がさ3週連続で続いてるからさ、そうすごい忙しいねしかもなんなら間におしゃべり会も挟まってるから、もう下手したら4週連続もう毎週新潟、11月は丸々1ヶ月新潟にいた方がいいんじゃないかってもうそう毎週新潟みたいなスケジュールになりかねない方もいてそうなのよすごい。しかもでもさ3つ生誕祭3つ全部入るはさ、どうなの、やっぱ難しいのかな、それぞれ結構倍率が高かったりするものだったり、それかやっぱ難しいのかな。マンスリーマンション借りなきゃ確かにその方がね、そっちの方がいいかもしれない。でもやっぱどうしてもお仕事には行かなきゃいけない、なんかリモートでなんとかなるならね絶対その方がいいと思うけど3ヶ月くらい毎週新潟行ってたこともすごいね。まあでも卒業ってなるとやっぱそうなるのかな。知り合い3人使ってどう、あそれぞれのね、まあ確かにね、こう応援してる中でミュー推しともとか、ナナミ推しとも、マリナさん推しともそれぞれいて、それぞれで同伴で入ろう、なんて作詞なんて作詞、すごい。当たりそうな人の同伴狙うのが確率高いかも。そうなんだ、みんなそうやってそうやっていろいろうまくやるのねそうなんだ。そうだから本当に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 全部生誕祭ちゃんと入れたら毎週新潟っていう11月になりかねない方を私は知っているてか今日いたおしゃべり会の中で。ねえでも本当に今日もさ生誕祭
日程的にどう？来れそう？絶対来てねばっかり言ってた私今日ずっとおしゃべり会で。やっぱさみんなに来てほしいのよ本当に。そうもういいか私から来てってお願いしちゃったみんな本当にみんなに来てほしい。多分全員に言ったレベルで言ったかもしれない今日ずっとその話してた。オフラインでも絶対それ言うね。え、わかる。しかもだってオフラインの日がもう生誕祭のさ申し込み日でしょ。やっぱ絶対言っちゃうわ私。開口一番で言っちゃうわ多分え、そう、それ大釜で言うつもりだったのにもう今日から言っちゃった。言っていいの？でも聞かないで絶対来てなんか生誕祭申し込んでもいい？とかって聞かれるんだけどさ聞かないで来て来てほしいよ。やっぱみんなに来てほしいと思ってるからさ。そう、私に許可なんて取らなくていいよもう来てほしいに決まってるんだから そうなんだよ、みんなに来てほしいんだよそうなので、めっちゃその話しかしてなかった今日多分ずっと。いや待ってます本当に、うん、楽しみですね。外れそうで怖さしかない。え、そう、なんかでもさそう言われちゃうとさこっちもさじゃあ来てってちょっと言いづらくなっちゃうのよね。そうだからなんかもう聞かないでほしいだって聞かれてそれはもうもちろん来てほしいじゃない。来てって言うとさなんかそれで外れちゃった時にさなんか私が来てって言ったのにみたいななっちゃう私もだからもう聞かないでほしいとか言って自分で結局来てって言っちゃうんだけどさ聞かれなくても言っちゃうんだけどね、でもそうなんか結局さ当たるかどうかっていうのはさ直前にならないとわからないわけじゃないですか。それでもさ行く準備をさこうみんなが整えてくれるのがすごく嬉しいし、なんかその100発100中とかさ100発98中とかさ持ってる方とかはさ、まあ、ほぼ確実に入れるわけじゃないですか生誕祭でもさ。それをさなんか自分のために使ってくれること、なんか自分のために取っておいてくれたんだっていうのがなんかそれも本当にすごい嬉しくて。そうだってさ1回しか使えないじゃんその権利って。でもその権利をさなんか私のために使ってくれる、なんかそれ私のために使ってくれるのいいのってなんか聞いちゃうんだけど、ね、いやいやそのために取っておいたんだけどって言われるのね。なんかそれ本当にすごい嬉しいことだなって思います。本当にこれもしね使ってくださる優しい方がいたらぜひ、じゃあそれで生誕祭をぜひ来てくださいぜひ来てください。いや嬉しい、なんかその本当に私のその生誕祭のためにそれを取っておいてくれてるっていうのが本当に嬉しいことだなって思います。え、でもさ98中とか持ってても落選することってあるの？まあ、100発100中はもうさ名前の通りだからそりゃ落選はしないんだろうけどさ、98中ってやっぱそのさ 2ってあるの？ 2% の確率ってやっぱあるの本当に。え、待って待って、何タワー？え、なんで？ありがとうございますフルさん、今日もありがとうね、おしゃべり会来てくれて。え、なんで？ありがとう、まだ誕生日じゃないのにありがとう。
98も上限人数が、あ、そうなんだ。あ、98を使える人数が決まってるってことか。なるほどね。そうなんだ。じゃあいくらその98をこうさ、みゆちゃんのじゃあ生誕祭のために行って温めていたとして、そういう方がいっぱいいて、でそのためにってやったら、あ、え、そんなことがあるの？そうなんだ。その 2% ってそういうことがあるの？なるほど。98を使える枠が決まってるんだ。あ、それは知らなかった。なるほどね。そういうのがあるんだ。そうじゃないと持ってない人が当たらなくなる。あ、確かに。なるほど、そういうことか。なるほどね。そうなんだ。98は初日と千秋楽が使えない。あ、あ、なるほどね。その2か。そういうことか。え、でもそれなんか悲しいね。せっかく自分のためにさ、取っておいてくれたのにさ、それで使えないみたいなことがあるってなったら、なんかそれだったら普通に申し込めばよかったみたいになっちゃうじゃん。そんなことがあるんだね。知らなかった。 AKB は98、使える人数は40人らしい。あ、一公演につき。なるほど、そういうのがあるんだね。嬉しい。でも本当にみんな待ってますね。まだちょっと先なんだけど。そう、でも明日がね、マリナさんの生誕祭だから。そうなんですよ、秋ブロック初生誕祭、明日楽しみ。コロナ時は中止とか多くて。あー、なるほどね。そっか、中止のそのお詫びじゃないけど、代わりに98とか配ってた。そういうことか。え、そうなのよ。紙飛行機どうなるの問題めっちゃ気になりますよね。わかる。なんかさ、今ってさ、秋ブロック紙飛行機やっててさ、2曲目イントロで紙飛行機を取りに行って、持ったままサビまで踊って、ラスサビで投げるっていうのをやってるんだけど、そう、今までだとさ、例えば夏ブロックだったらシュシュさ、生誕メンバーが3つ全部投げるとかだったの。紙飛行機も全然それやっていいと思うんだけど、3つ全部主役が投げる。でもさ、3つ持てないじゃん。もう持ったまま踊れないじゃん。これどういう感じでいくんだろうっていうのがすごい私は明日一番気になるところだから、そう、明日のちょっと1個、見どころは見どころちょっと気になってる。そう、サクタベの時はカゴをその乾燥で取りに行って、乾燥で投げてたからいいんだけど、その今回はイントロで取りに行ってラッサビまで投げないからえ、じゃあカゴ抱えたまま踊るってことみたいなそう、なんかそのパターンがある。多分誰かに持って、隣の人とかに持ってもらって、1個投げたら隣から受け取って1個投げてみたいな、多分そのパターンじゃないかなと思うけどね。衣装に刺しておく。あ、でも確かにあれできるの。紫の衣装だったらこのベルトのところに刺せなくもないけど、踊ってる途中でくしゃくしゃになりそうだよね全然飛ばなくなりそうどういう感じかね。すごい、ね、嬉しい。マリナさんの生誕祭にそうまた出させていただける。持った人が投げる、いや、さすがにでも生誕祭ならねと思うけど。でもさ、なんかちょっと得ですね。別のメンバーが持ったものをさ、推しが取ってで投げるって、なんか普通だったらさ、一人のメンバーしか触ってないものをさ二人触ったものをさもらえるって思ったらちょっと得だねもし本当にそのやり方ならサビまでは別の子が持ってくれてたみたいな
あんま気にしないか確かに推しからもらえれば十分だもん。別のメンバーが触ったかどうかそんな関係ないか推しだけがいい。あ、じゃあもうな、触れないそんなのでもそんなこと言ったらシュシュとかもあの箱カゴがさ、その LED の裏にあって、その同じ方向に取りに行くメンバーがいた時は1人がこう2個取って他の子にこうやって渡してたから、実はシュシュも2人とか触ってるシュシュもあるんだよ実は DD からすると触った分だけ価値がないほらやっぱそうなん、そうだよね、私もそう思う私もそう思うでもまあね、マリナさんの生誕祭に入られてる方はマリナさんからもらえたらっていう方の方が絶対に多いと思うから、てか全員そうだと思うから。生誕祭の時の趣旨はそうだね、主役が全部取りに行ってた、1人しか取らないから、そう2人とかが一斉にこう取りに行く時は一個のカゴからこう渡してあげてたり、そうしたけど、そう、楽しみ。あと今回さ、マリナさんの生誕 T シャツがピンクだったのがさ結構意外でさ、そう去年がね結構落ち着いた色だったから、よりピンクなのが結構そうびっくりで、だから明日の生誕祭は劇場がもうピンクになるんじゃないかと思うんですごい楽しみです。そうなんかそのマリナさんのファンの方、やっぱ落ち着いた印象の方がすごい私も多かったから、その去年の T シャツの色がすごいこう馴染んでるというか、そうだからなんか逆にねピンクを着てるイメージがない方ばっかりなのよ、マリナさんのファンの方そう前もピンク あったよね。でもなんかあそこまでさ濃いピンクじゃなかったんじゃないっけ、もうちょっとなんか薄いピンクじゃなかった前、ちょっと覚えてないけど、そうだからなんかピンク、しかもその去年までの色味ですごい見慣れてたから、マリナさんのファンの方と会う方々、そうだからなんかピンク着てるのがすごいあ、濃い薄いピンクだった、薄い、そうだよね、今年の方が濃いめの結構はっきりめのピンクだよね。え、そうだからさピンク着てるイメージがない方がすごい多いからそうだから多分生誕 T シャツが届いて一番最初のフェスがギガギガだったんだよね、ギガギガソニックで、そうでもやっぱめっちゃ目立つのよピンク、でもピンク着てるイメージがないから、なんか最初見た時にあれ誰のなんかあれマリナさんのファンの方のはずなのに誰の生誕 T シャツ着てるんだろうと思ったら、マリナさんのちゃんとマリナさんの生誕 T シャツで、そうだからねちょっと目が慣れなかったその時、ギガギガの時は多分届いてすぐにそう来てたファンの方がいらっしゃったんだけど、そうなんかイメージがなんかなんていうの一致しなさすぎて、そうだから明日すごい皆さんがピンク着てるのを見れるの楽しみ楽しみですそうやっぱりあと私はその今年特にマリナさんのファンの方とお会いすることがすごい多かったのよ。そうなんか多分今までだったら本当にこうマリナさん一筋みたいなファンの方がすごく多くて、でもちろんそれは変わりないのよ今年もね、なんだけど私がたまたまそのマリナさんのファンの方と一緒に、違うマリナさんと一緒になることが多かったから、そのカフェとかお渡し会とかだから必然的にファンの方はただただマリナさんに会いに来てるだけなんだよ。そういつも通りいつも通りマリナさんに会いに来てるだけなんだけど、私がその場に居合わせることが今年はすごい多かったから、勝手になんか親睦を深めたじゃないけど勝手になんかちょっと親近感湧いちゃった、距離が縮まっちゃったと私が勝手にね思っちゃってだから本当になんか今年から
その私が勝手に距離が縮まったと思っているマニアさんのファンの方すっごい多いそれ全部大体カフェかお渡し会かそうなのよ、マリアさんのファンの方と会う機会がたまたま多かった。そう、お渡し会のメンバーの生誕祭が続く。そうなのよ、だからすごい多分今年見慣れたファンの方がいっぱいみたいななりそう、本当に。そうそうなんです、だからなんかよりすごい楽しみ、きっと知ってるファンの方が、まあ、勝手に存じ上げている今年から方が、そう、あ、そう、詳しくなっちゃったんですよ。そうなの、あと私がすごいちょっとやっぱみんなと仲良くしたいみたいな、ぐいぐい行くタイプになっちゃったから、なっちゃったもんだからそれもあって、はいそうなの、え、そう、でもその結果そうなの、私のおしゃべり会にすごい謎にマリナさんのレーンじゃないのにマリナさんのファンの方が連番するみたいなことがあったりして、そうなのよね、えねえとか言ってすごい楽しみです、はいだからやっぱそういうきっかけもあるんだなって、そのカフェとかお渡し会とか、ななみよしの知り合いが耳にお渡し会で覚えられたって言って、あ、そう、本当にやっぱりさ、そのお渡し会とかカフェはさ、本当になんか普段だったら多分その子にしか行ってないようなファンの、だから多分私のファンの方も逆にあったと思うよ、普段私のところにしか行ってないけどマリナさんと、マリナさんやっぱファンの方覚えるのさ得意すぎるからさそう、だから絶対あると思うよ、うん、そうだからなんか私もよくやっぱさ、そのマリナさんのファンの方もナナミのファンの方も劇場にすごいさ、あのいらっしゃる方が多いから、そうだからなんかめっちゃ顔は見たことあるんだけどずっと名前がわからないみたいな人がすごい多かったのね。なんかその中でそのお渡し会とかを通してなんかこうやっと顔と名前がこう一致したみたいな、今まで顔はめっちゃ劇場で見たことある、名前も SNS 上で見たことある、でもずっと一致しないみたいな顔がそうみたいなのがあって、それがもうこうなんかパズルのようにこう一致させられたのがお渡し会って感じ。そういうのが多かった。私会ループしまくったらみゆちゃん以外の2人にもお名前呼んでいた。そうでしょ、そうなのよ、だからそれがやっぱそれぞれのファンの方に起きてるのよね。そうだから私もななみのファンの方とか、そう、まゆなさんのファンの方のお顔とお名前が一致したっていうのがすごい多かったです、うん、推しじゃないと話す機会ないの。そうなんですよ、そうなんだ、こっちはそれこそずっと劇場とかでよくお顔を拝見していて、あ、お名前知りたいなとか、なんかいつも劇場来てくれてなんか話したいなとかって思ってても、やっぱりこう皆さんから会いに来てもらわないと結局お話ってできないわけじゃないですか。そう、ましてやね、自分のファンの方ではない他のメンバーのファンの方ってなったらよりやっぱそうなのよ、基本推しメンにしか会いに行かないみたいなことが多いからさ。そう、でもそれをこのあくまでもその方は普通に推しに会いに行ってるだけなんだけど、そこに一緒に居合わせるみたいなことがやっぱ起きるのよね。お互いビビンだね。そうだね、本当にそう思う。劇場での私会はだからどういう感じでやるかが分かんないよね。個々でやるの、個別でやるの、個別だと時間かかりすぎるか、やっぱ何人かずつとかなのかな、分かんないけど、やっぱそこによってね、その広がる輪は
あるよね。話したいななんて思ってくる、思ってますよ、思ってますよ。いつもさ、こうおしゃべり会のレーンとかで隣にいるとかさ、あ、こっちに来てくれたら私すごい話したいのになとかね、あるある、めっちゃあります。そう、でもやっぱりみんなから会いに来てくれないと喋れないからさ。そう、でもそれがこうお渡し会ならそのお話できるじゃないですか。そう、だからそれがすごいやっぱ良かったな、お渡し会。うん、でね、そこから逆に本当に今度はあのじゃあ会いに行こうかなって会いに来てくださる方もいらっしゃるし、そのずっと、あ、話してみたいなって思ってたのがなんかすごい通じるみたいな。すごいそれはね、嬉しいですよね。そんな目線を感じた日もあったような。基本みんなにもうほんとそんな感じだから。そう、でもそれが今年はすごい実った、実った実を結んだ方がすごい多かったと思います。なんかそのお渡し会だけじゃないけどね、それこそ劇場公演にいっぱい出たことによって、なんか劇場公演の見送りから始まったそういうきっかけだったりとか、そういうのが今年はやっぱすごい多かったかな。劇場を出ることめっちゃ大事だなって思いますね。基本多分思い出いっぱい公演始まってからほぼ、まあ何回か出てないことあるんだけど、ほぼ出てて、そのなんでそんなに公演に、まあこだわるじゃないけど公演にいっぱい出るかって、やっぱその自分がいない公演の時に来てくださった方に会えないのがすごい寂しいなって思うし、例えばそこが初めまして、初めての劇場公演だったとしたら、その人にとってじゃあそこから推しメンを選ぶってなったらさ、もうその中でしか選べないじゃないですか。ここに自分がそもそも入ってないってなったら、やっぱそれはすごい自分でそのチャンスを逃してるじゃないけど、すごい悔しいなって思うし、だったらまずそのベースのチャンスは自分で増やしておきたい。まあ、その上で、まあ、パフォーマンス見てこう誰を好きになるかはその人次第だけど、そうと思うし、そう、あとは私これはなんか、まあ、なんだろう、すごい意識的にそうやってるってわけではないけど、そのメールとかさ、チャットとか私すごい更新数が多いって言われるんですね。それに関してはなんかそのいっぱい送ろうと思ってやってるわけではなくて、まあ、無意識とも違うけど、まあ、ちゃんと意識して送ってるけど、なんか無理していっぱい送ってるわけではない。でもなんか人よりはなんか多いらしくて、でもその一個の理由はなんかあのみんなが常に私のことを考えててほしいっていう、その私のことを忘れる瞬間がないじゃないですか。もうメールとかチャットとか、まあ、配信もそうだけど、まあ、講演にしてもなんかいつでもどこかしらに私が出てくるみたいな公演行けばだいたい必ずいるし、なんかチャット開けばだいたい毎回新しいのが来てるしみたい なんかそう思うとさ、なんか勝手に私のこと考えるじゃないですか。勝手になんかそこはすごいちょっと意識してるかも。なんか無理にいっぱい送ろうとしてるわけではないけど、結局みんなのさ脳内のどこかしらには私がいる状態になるじゃないですか。一瞬たりとも忘れさせないぞみたいな。それはちょっと意識してるかもしんない。
いろいろお忙しい知り合いが投げれる日に限っていつも耳がいないね。それさ、そんなことある？私ほとんどいるはずなんだけど月に何回ある公演のうちの1回いないくらいじゃない私って。え、そんなことあるそんなことってあるのフフ仕事の合間にメールかチャット開くと絶対新しいメッセージ来てるから、いや嬉しい。なんかでも そう思ってほしいって思ってはいる、うん、ねえ重いって言わないで洗脳じゃない重いって言わないで なんでそう、でもそれはすごいね、思ってるよ。そう、みんなに常にこの忘れさせない私のことをそれを意識していっぱい送ってるわけではないけどね、気づいたらいっぱいになってる。でもそれはでも、あ、これ言ったらまた重いとかって言われるそれでも私がそのみんなのこの一日過ごしてる中で、まあ、常にどこかしらチャットが送られてくるとか、それをねこうみんなが常に私のことを意識する時間をさ、その増やすっていうのもそうだけど、逆にその私がでも無理にそれをいっぱい送っているわけではなくて、それでもいっぱい送っちゃうのはやっぱ常にみんなのこと考えてるからだと思う。え、でも本当にそうだと思いませんか？だってそうじゃなかったです。でもこれじゃあその更新数が少ない人がそうじゃないってことは、じゃそういうことじゃないけど、でも私がいっぱい更新したくなっちゃうのは常にみんなのことを考えてて、こう何かあったら、あ、みんなに伝えたいって思うことがいっぱいあるから、私は気づいたらいっぱい更新しているんだと思うんですよ。そう、だからそう、だから私がみんなに一瞬たりとも私のことを忘れてほしくないと思うのと同じように、私がそのいっぱい更新しちゃう理由は常にみんなのことを考えてるからなんですよ。これまああくまでも私ベースの話だけどね。わかりましたかそれは恋人が言うだから綺麗だからそうなんだってば好きな人にオイラインしちゃうタイプ。え、どうなんだろう、私は基本連絡あんまりめんどくさいから取りたくないタイプなんだけど、多分好きだとそうなんだろうね好きな人に対してはそうなんだね。なんか別になんていうの、一般的にはそんなに連絡は いらないかも連絡ちょっとめんどくさいって思っちゃうタイプなので。でも確かに好きだったら違うのかもしれないね。ちょっと経験がないので分かりませんけど、そうなのかもしれない私の返信見て私のこと考えてくれてるの当たり前でしょ、当たり前でしょそうだよ、去年だったら重いって思ってたけど今は納得してしまうやっぱさ、あれなのか、重いって思う人はまだちょっと私に対して一線を引いてるってことだよね。だからなんかこうちょっとさ、客観的に見てその考え方は重いよって思うってことだよね。でもそれはもう重いと思わずに納得してくれるっていうことはもうあのいい関係が築けてるってことだと思うんだけどどうだろうか返信すぐ来ないと怒っちゃうタイプかな。あー、どうだ、でもチャットの返
信とかメールの返信は本当にこまめに見てる。確かに待っちゃうんだな、好きな人の返信はやっぱ待っちゃうんだな。読んでますよもちろん。全然重いと思わんかった。あ、もうこれはじゃあもう始まっちゃってるな私。これはもう重いと思わなかったらもうそれは私から一線超えてるよ。そういうことだね。好きなら重さなんてなくなるよね。そうだよね、私もそう思う。うん、多分そういうのが見えなくなるのが好きってことなんだと思う。だからだからつまりは そういうことですね。え、そうだよ、だから本当に返信来なくなったらすぐ分かるから、ね、で返信すぐ来なく、じゃあ返信が来なくなることすぐ気づくんだけど、そう、それをもう私はピュアだから。自分でピュアって言ったら違うよねきっと。いやでもピュアだから、あーそっか今は忙しいのかなとかね考えるの。そうだよねって、そう忙しい中でこう読んでくれて返信をする時間をわざわざ作ってそれで返してくれてるわけだから、そうだよね、なんか最近ちょっとメールが少ないなとか返信が少ないな、でもそう忙しいのかなとかちょっと体調悪いのかなとか心配しちゃう私は。でも実際そうじゃなかった時はもう「おい」ってなるよ。本当に忙しいね。そうだよね、そうだよね、忙しいんだよね。返信してなくても考えてくれるの。え、そうだよ、来ないなって、なんかうん来ないな、まず寂しいから入る、来ないな寂しいな、でもまあ大変なのかなってそう心配に変わる。そう。そう、誰が返信多いとか覚えてるの、まあ、覚えるっていうか、まあ、その 体感的にさ、やっぱこの方はいつもすごいまめに返信してくださるなとか、あと文章を見たら分かる誰からの返信かとか分かるし、あと本当にこれあの名前が同じ方がいるのね。同じ名前の方がいて、そのもう全部ひらがなとかカタカタとかも含めても全部一緒、全く同じひらがなの名前の方がいるんだけど、私のメールの返信してくださる方に、でも中の文章の書き方が全然違うの。だからそれで判別してる。名前一緒だから最初んどっちだろうってなるんだけど、文章を読むとあのどっちの人かで、そのさどっちも顔は分かんない、同じ名前だけどその違う人のことは理解してて、でその文章を見て、あこの文章を書く人はこっちの人だって分かる。そう。だからそれぐらいもうちゃんと見てるし、そうちゃんと読んでるし、誰か分かっちゃうぐらい読んでる。返信って時間と体力、いやほんとそうだと思うよ、特にさ文章を考えてとかだとさ分かる、だから返すのが本当に大変なのももちろん分かるし、そう忙しかったら返さないのもすごく理解してるから、そうなので心配が先に勝つ。でもそうじゃなかった時はなんかちょっと怒る気持ちの方が大きくなっちゃう。会議とかでも癖出ます、出ます出ます、めっちゃ出る。全部文章つながってる方もいれば、会議もそう分かる。他のファンの人がどんな返信してるか、確かに。でもそれはさ、そう出せないからね、みんなもさすがに皆さんには出せないから。そう。一行目定型文、あそう、でもそういう方もいる、それはすごい分かりやすい、やっぱ、うん、分かりやすいし、例えば最初メールの返信から始まって顔を
こう実際あった話なんだけど、メールの返信から始まって顔は分からなくて、でも必ずメールの最後にまた返信するねって書いてる人がいたのね。でなんか、うん、いつだったかその初めて会ってなんかメール取ってるよみたいな、え名前何ですかって聞いて何々って言われて、あえもしかしていつもメールの最後にまた返信するねって書いてる人ですかって聞いたら、そうだったっていうのが過去にあった。なんか定型文とかその分かりやすい締め言葉とかなんかそれだけで誰って判断することもできるから、ちょっとまだ顔と名前が一致してない時でもそれで分かったりします。うん、友達に送るつもりだと思えば気負わずに送る、確かに。え全然それでいいよ、全然それでいいし、なんか絵文字1個でも全然、あなんかその既読代わりみたいな感じで、そう嬉しいです。短文になっちゃうと失礼になっちゃうから、え全然そんなことないです、本当に。そう返信できない期間続くとこれからの配信をこれからこの配信を、でもそれをさ、なんかそうプレッシャーにしちゃったら申し訳ないなとは思うけど、返信しなきゃ心配させちゃう、それでもっと追い込まれちゃったらすごい申し訳ないから、私は気長に待ってるけど、でもまあ実際は心配はしている。それは本当、うん、怖い怖い怖いよ怖い怖いよ。まとめてメール送るはずめっちゃ古いやつに送って、あ全然ちゃんと受かってるよ、大丈夫。今日会ったこととか書いてみ、もちろん何してたか、だって私はいつもさ今日は何してたよって言うじゃないですか。そう全然なんかみんなの何してたかもめっちゃ気になる。気になる。返信内容を要約するのにはそうだよね、なんかさその私はさ自分が一方的に送るからさ自分の書きたいことをバーって書けるけどさ、皆さんそれに対する返信ってなると難しいよね。そうだよね、そう全然なんか送れる時でいいの、そうでも寂しいから放置しないでほしい。寂しいから放置しないでほしい。メールの返信に縦読みって読むとメッセージになる文章を書いてる人はさすがにいないな、ちょっと私そういうのに疎いから気づけないかもしれない。気づけないかも。 X のアカウントもうん分かりますよ、なんかだから他のメンバーのファンの方の名前聞いた時にあーめっちゃよく流れてくるとか全然ある。なんか自分のファンの方はさ例えば自分のツイートに対してリプとかしてくださるかも大体わかるじゃないですか、自分のリプとかに関係ないけどなんか投稿が流れてくる場合あるじゃん、それで知ってたりはするかな。数回しか返信してない使ってる顔文字に、あそうそれもやっぱそのよく使ってる絵文字とか顔文字とかで分かることもあるかも。うん、極力返しません。ありがとう。嬉しい。え、本当にさ、嬉しいんだからね。返信来るの。本当に嬉しいんだ。ツイッターの人だって言ってなかった。え、うんうん。あるあるある。めっちゃある。めっちゃある。アイコン変わった。わかる。もう今日もさ、おしゃべり会来た方で最近アイコン変わった方がいてさ、ちょっとそれについて追求しようか迷ったけどそういう話の流れじゃなくてできずに終わっちゃったんだよね、ちょっと聞きたかった聞きたかった。そうだよ、なんかちゃんと見てるよ。初対面の時誰推しですかって聞かれたらする、わー聞いちゃうわー、聞いちゃう、めっちゃよく聞いちゃう。
めっちゃチャットが溜まってて、その後どのメッセージに返信するか、それは私がチャットを送りすぎるからだよね。本当になんかそれこそ見た時の一番最新の投稿でも何でもいいし、全然任せます。アバターで覚えられてるかも。確かにね、その特にそのショールームに関してはそうかも。顔が分かんなくてもアバターで分かるとかあるかも。うん、ちょっと目を離したら41溜まって、待って、そのちょっと目を離したらどれぐらい、私って1日にどんぐらい送ってる自覚なさすぎて。41も溜まるって何日溜まったらそうなる何日だろう、予想してみよう。まあ1週間でも1週間7日でしょ、1日5、いやー待って、それよりは絶対送ってる自覚あるな。4日、3日、4日、え、2日待って、私じゃあ1日20件ぐらい送ってるってこと。いやさすがにそれはないって、なんでそんなみんな2日って言うのさえ、本当に言ってる、2日で41たまんの、送りすぎじゃない私待って、それは本当に自覚なかったわ。 5は少ない、さすがに1日5は、私は それよりはもっと多いはずと思ったけど、え、2日はやばくない？今日は14、待って、今日だけで14送ってた、え辛い、ちょっと自覚してない多さだった。1回で 3,4 確かに送っちゃうわ。朝一、昼、夕方、夜、写真で20。あー、なるほど、確かにそうかも、言われてみれば確かにそうかもしれない。会社のメール並みの、え、逆に会社のメールってそんなに来るの大変だね。確かにそうかも。31日から開いてなかった、50でも31日って2日3日前だよね。そうだよね。そっか、朝のおはようから小話で、確かになんか朝おはようだけじゃ物足りないんだよね私。必ずむしろその小話が思い浮かばない時はおはよう送れない時あるもんおはようプラス何かを送らないとって思っちゃうのいつも。そうだからチャット昼まで更新できない時あるもうおはようの時間じゃないんだけどあるあるです、実は私の中で困って、小話だと思われてたはずそうだよ、うん、いつもそう思ってた31日が18、14、14、じゃあ1日15前後ぐらい送ってるってこと私。そうなの、朝会社のチャット確認する流れでみゆちゃんのチャットも確認、あ、それはでも嬉しい。なんかだからそうやって日常に溶け込んでるわけじゃないですか、皆さんの生活の中のそう、それが私の理想なんですよ。でも私もそれは日常なの、みんなに対してそれを送ることはなんか無理して送ってるわけではなくて、私の中でもみんなにそれを送ったり、何か出来事があったら報告したり、それは私にとっての日常なの。だからなんか結局お互いにとって常に考えてる存在であるってことじゃないですか。わー素敵わー素敵ネタ探してる、うん、朝はねネタが思い浮かばない時はあるね、おはようの後の一言がそう、ちょっと遅い日は絞り出した小話やめてよ、そんなことない時だってあるよ単純に支度してて遅くなった日だってあるよC
仕事中は基本スマホ触れない、8時から仕事でチャット見る。あ、そうなん。でも私たちは逆に8時からしかチャットって更新できないからさ。そうなんだよ。だからだいたいいつも多分みんなお昼休みに見てくれてるんだろうなみたいな。お昼に急にこう返信が増えるから私はお昼も楽しみにしてる。休みの日でもまるまるした、うん、送っちゃうね。そうだって今日さ、私さっき自分のチャット見返したらさ、なんか今日すごいなんか抜けた人みたいななんか3個ぐらい連続で抜けた人みたいな投稿しててなんか犬とウサギ、今日さ C56部でコスプレをしててね、本当はウサギ、犬、バニー違うウサギを着なきゃいけなかったのに、ウサギ5部の犬とウサギ6部のバニーを間違っちゃって、それで着る順番間違っちゃったっていうのを投稿した後に、その犬に6部着替えた後犬の写真を撮り忘れちゃって、犬の写真撮り忘れちゃったって送ってその後私その6部終わりにちょっと長い休憩あるじゃないですか、6部終わりに長い休憩中に寝てたのね。寝たら顔に跡がついちゃって、顔に跡がついちゃったなんか3つ連続した投稿がちょっとアホっぽい投稿になっちゃって後から自分で見返してちょっと恥ずかしかった。朝はカチューシャ忘れた。確かにそうだった。そう、今日さ本当はこの私服の時さカチューシャとかつけようと思ってたのに、それも持ってくの忘れてさ、忘れた。確かに今日もできなかったこと報告しかしてない。ちょっと今日の私の失敗談しか言ってない。まあそんな感じですね、私のチャットはね。プチハプニングが多い。確かにそうかもしれない。大丈夫、今日は舌回ってるから。そう、今日は確かに喋れてるそうかもしれないそう、でも私のチャットはちょっとそういうことが日常がだから多いね。そういうの、なんかそれをさわざわざメールでは報告しないじゃんなんかチャットだからできる。でもなんかそのただそれを失敗した、なんか失敗したで終わりにしたらなんかね、別に何も面白くない。まあ面白くはないんだけどさ。そう、でも忘れちゃった、できなかったをなんかその言いたくなっちゃうだからなんか全部チャットに書いちゃう。でも全部チャットに書いた結果、今日はすごい何もできなかった人みたいになっちゃったでもそうだね、それがチャット、うん、いっぱい送っちゃう理由かもしんない。だからさ、そういうなんかできなかったことも含めてなんか全部みんなには知っててほしいのよ、私の一日をそう、そういうのも全部知っててほしい。自分の中での失敗に終わりにするんじゃなくて、そう、こういうことがあったんだよっていいことも悪いことも含めてそう送りたくなっちゃうから、そうだから多分チャットは私の全てがわかるでもそういうのもさ知れたらさ、なんか別に好きでもない人のそういう報告はどうでもいいと思っちゃうじゃないですか、きっとね。特にそのまめに連絡とか取らないタイプだったらなおさら。でもいっぱい送ってくれて嬉しいとか、そういうなんか日常的な内容が好きってことはもうだから、それぐらいなんかそういうのも送ってこられても許せるぐらいみんな私のことを好きで言ってくれてるってことだと思うんですね。否定はできないでしょ否定はできないでしょ、図星でしょそう、だからもうつまりね、きっとみんな私のことが好きなんだと思います
そういうことなんだと思います。はい。でも月額8000円ぐらいした。え、何そのなんか通販みたいにさせたいの。それがなんといつでも今だけじゃなくていつでもチャットは550円です。アイドル辞めたら誰に日常報告する。いや、そこなのよ。本当に本当にそうなの。私は本当に常にそれを心配している。この私を相手してくれる人どこにいるんだろうって話なんですよね。そう、だからさ、言ったじゃないですか、私の相手、私の相手をしてくれるような人はもう今以上に、でも今はたくさんの方からすごいその愛情をいただいているわけだから、その愛情のなんか一人で、いやでもちょっと待って、それはちょっと重すぎるな。急に急に冷静になるの。いや、うん、思ったんだよ。その今はたくさんの方からその愛情をいただいているから、それをその一人でその分だけの愛情を私に与えてくれる人がいいと思ったけど、今冷静に考えたらそれはちょっと重すぎて無理って思う。私がこんだけみんなになんか重いって思われる話をここまで延々としてきたのに、急にこっちから突き放しちゃった。いもしない人を存在もしない人のことを急に突き放しちゃった。それは重いわ。だからみんなだからいいんだよ、それは。本当にこれが一人の人からってなったら、ちょっとやっぱそれは重いって感じちゃうかもしれない。やっぱみんなだからいいんだ、みんなだからいい。本当に何か言うな。いや、うん、そうだね。だから本当にどうするんだろうね。うん、質より量。そんなことない、質も量も大切。質も量も大切。だからやっぱ多分今が一番幸せなんだと思う、私。誰かのものになったりするより、本当にみんなのものでいるのが私は一番幸せなんだと思う。なんか久々ね、こんな感じ。え、わかる。なんかさ、どうしたんだろうね。なんでこういう話になったんだっけ。なんだろう。酒も入ってないの、うるさいな。入ってないよ。昨日も飲んでないよ、ちなみに言うと。まるで昨日あの後飲んだかのように思わせて飲んでないよ。今日も飲まない、飲まないよ。明日公演、きっと朝早いから。おしゃべり会でいらないやつなんですかね。うん、そうかな、そうかもしれない。でも本当に常にそう思って、私は。伝わった。もう今日は私の思いがみんなに伝わったらそれでいいんだ。伝わった。じゃあそろそろ終わりにしようかな。もうこのね、今日の私が今喋ったことを全部受け止めてくれた人はもう私のことちゃんと好きでいてくれてるんだと。今日
今日って告白デーでした。え、わかる。なんか思ったこと伝えたら告白したみたいになっちゃった。あれメール書いたんだよ、さっき書いたの。実は送ったの。思いが伝わる。待って待って、それはさ、それはどっちの意味なの？誤字なの？それはただ誤字っただけなの？それとも本当にそう思っちゃったの？メールは書いたけど、でも終わりにします。じゃあ終わりにしますね。でもなんかすごい今喋ってて思ったけど、前より重いって言われなくなったと思わない？だからそれをもう多分受け入れてくれる体制がみんなついたんだと思う。そう、なんかもう重い女扱いされなくなってきたね。みんながそれをなんかすごい受け入れてくれてる、うん、軽くなったってことはないんだろうけど。そうだ、きっとみんなが慣れたんだよ。こっちの感覚がバカって。そうだ、だからみんなもう慣れてきたのもあるし、みんなその一線を越えた全員。きっと。いや嬉しいな本当に。嬉しいな。そう、もうなんかだからどんな私のこともさ、なんかうんそうだねって受け入れてくれるようになったってことじゃないですか。とっても嬉しい。じゃあ本当にランキングを読みます。そう、みんな私のことを理解してくれていて嬉しい、ありがとう。よし、ランキング読みます。13位ラーマさん、ありがとうございます。12位タカさん、ありがとうございます。11位 MS さん、ありがとうございます。10位ケイヤさん、ありがとうございます。9位マーチンさん、ありがとうございます。8位トッシーさん、ありがとうございます。7位のサラさん、ありがとうございます。6位タケトモさん、ありがとうございます。5位カンヤトさん、ありがとうございます。4位ダイバーさん、ありがとうございます。3位ヒーローさん、ありがとうございます。2位ホシーさん、ありがとうございます。1位古川さん、ありがとうございます。どうもありがとう。じゃあこれでまたみんなに会えるのが楽しみになったし、みんなからの返信ももっと楽しみになったね。ありがとうございました。またね、おやすみ。ありがとう。